皆さんこんばんは。今日はですね、僕の車が足回り借り用がするので、修理に出しまして、その代わりに借りてきた車が、1年前にですね、レポートさせていただきました、スカイアクティブのデミオになります。で、やっぱりこの車一番特徴はやっぱこの一番端っこにあるインテリジェントドライブマスター IDM 表示ですね。ドアを開けても、こんな感じで表示灯が出ます。で、夜なのでどんだけ鮮やかに映るかですね。明るくなりますね。では、エンジンをかけてみましょう。相変わらずエンジン音は静かですね。で、ここの端っこがインテリジェントドライブマスターの表示になりますね。現在外気温が28度です。で、アベレージ2.7、ちょっと悪いですね。で、こういう感じで変わっていきます。で、夜になるとやっぱ結構綺麗ですね、この青いメーターが。で、中もこんな感じで、オレンジに結構統一されていますね。今回ね、ちょっと1日入院ということで、この車を1日借りることになりました。で、一応明日ちょっと用事がありますので、そのついでがてらに、試乗のレポートをしたいと思います。それでは失礼いたします。